みなさんこんにちは、はるです。私は今メキシコのカンクンに来ております。カンクンはメキシコナンバーワンのリゾート地ということで、今回はリゾートホテル泊まっていこうと思います。カンクンのホテルはオールインクルーシブのホテルが多いのが特徴です。ですがそうでないホテルも素敵なとこたくさんあるんですよ。なのでカンクンではオールインクルーシブのホテルとそうでないホテル、どちらも泊まる予定でございます。まず今回の動画はオールインクルーシブではないマリオット系列ホテルに泊まろうと思います。というわけで今回はマリオット系列の中でも特にラグジュアリーなこのホテル、 JW マリオットカンクンリゾート&スパに宿泊していこうと思います。ぜひ皆さんも一緒に行った気分で楽しんでいってください。それではレッツゴー。はい、というわけで始まりました、久しぶりのマリオット系列でございます。このホテルはカンクンのダウンタウンから約車で25分、タクシーで約2000円ほどで到着しました。すごい、どこを撮っても360度青い空、そしてヤシの木、いい感じですね。これぞリゾート。まあ、長い前置きはさておき、チェックインしに行ってみましょう。外観はこんな感じでございます。すごくね、愉快な音楽が聞こえてきますね。入り口の前にはバジルとかローズマリーとか植えられてますね。ちょっと自分の飲んでる水味気ない時とかにあのバジルとか突っ込んだらいい感じにおしゃれなドリンクができそうです。おすすめはしないです。 JW でそんなことしてる人は絶対いないと思う。あ、ガシャー。じゃあこちらロビーです。うわー、では左がチェックインカウンターなので今からチェックインしてこようと思います。で、まっすぐ進みますと、うわ、おしゃれだな。こんな感じでくつろぎスペースがあります。ここはバーになってるんですね。いいな。わあ、ここの JW はプライベートビーチもプールもたくさんありますからね、楽しみ。うわ、あのどこかしらの宮殿に迷い込んじゃったような感覚です。今エレベーターはどこだろう。お、ここにはちょっとしたコンビニチックなお店もあるんですね。ちょっとスナックジュース買うときにいいかもしれない。うわ、モフモフ軍団や。みんなガラス越しにこっち見てますね。買って帰ってお部屋に連れてってってあのすごい聞こえてくるような気がします。この子かわいいな。やばいやばい、ホテルのトラップにママと引っかかっちゃうところでした。お部屋に向かいましょう。いつになったらエレベーターつくんやろ。はい、エレベーターありました。上に向かいます。おかっこいい、 JW のマークが足元に印字されてます。20階。おお、天井かっこいい。ちょっと和の要素がありますね。はい、では10階到着しました。わあ、やばい、廊下がめっちゃ広い、全部カーペット。もうあの海の中のサンゴの上歩いてるような感じですね。スーツケース引っ張って歩くのにはちょい重いけど、いつものホテルとは違う感じがビシバシ伝わってきます。めっちゃおしゃれ。すごい作りがおしゃれだな。最近できたホテルなのかもしれない。私1011、ここですね。はい、では行ってみましょう。それでは本日のお部屋ご紹介していきます。いきます、せーの、じゃじゃーん、おしゃれ。涼しげな青と温かみのある木がいい感じにマッチしてますね。で、まずここにはベッドにもなりそうなソファー、もう私全然ここで寝れます。で、あの机があったりとか飛び込みがいがあるベッドです。で、あのライトも可愛いですし、ここにね鳥がたくさんいるんですよ。カン君は鳥がたくさんいるんかな。そして一番の目玉は
このバルコニーですよね。さてどんな景色が見れるんでしょうか。お、色がやばい。では行きます。これがカンクンの海です。せーの、じゃじゃーん、青、すごいな。こんな綺麗なをなかなか見れないですよ。てかハワイの海より綺麗じゃないか。その青さに負けないのがこのこちら JW マリオットのプール。ここもいい色してますね。ちなみにこちらがエントランスでございます。だって向こうの海の色と比べると全然違う。なんか地球半分に割って右と左に分けたぐらい違う。結構遠浅なのがいいですよね。すごいな、岩も何もないこの辺り。この海はやばい。カン君来てよかった。もう海が青すぎて嬉しい。でもカーテンは開けておこうと思います。でこの窓際に椅子があるってのも分かってますよね。でもな、こっち座っても何も見えんからベストポジションはここですね。ちょっと後で椅子移動しようと思います。そして書斎兼テレビ台がでかい。わあ、分かってるな。コンセント3つと USB2 つついてます。嬉しい。ここにはコップが2つあって、上にはスパメニューがあって、ここにねチョコレートバーとナッツが置いてるんですよ。これは果たして有料なんか無料なんかどっち。いやでも何も書いてないから多分いや無料なんだよな。これは普通に料理のメニューだもんな。まあこれはきっと食べて大丈夫なものでしょう。しっかりいただきます。あとちっちゃいお水のペットボトルが2本とコーヒーメーカー、イリーのコーヒーメーカーで、これもコンプリメンタリーですね。うわ嬉しい。コーヒー3つとアールグレイグリーンティー2袋ずつ。うわありがとうございます。嬉しい。でこちら荷物置きですね。でここもねなんかいろいろあるんですよ。さすがにここは有料ゾーン。こっちにはアイロンと、あ、バスローブがありました。久しぶりに見たな。あ、やっぱカン君暑いからめっちゃ薄いです。もう餃子の皮みたいな、あの触り心地で。ここが冷蔵庫。え、これはどういうことだい。ん、あ、こっちは自分で好きに入れていい方で開かなくなっております。これは見て楽しむだけなんかな。ではこちら水回りです。せーの、じゃじゃーん、浴槽があります。嬉しい。うわ広くて綺麗だな。久しぶりだなこういうの。タオルを、いつもタオルは増量にチェック入れてるんですけど、4回シャワー浴びれます。4回タオル拭けて3回手拭けます。ありがとうございます。うわーアメニティも久しぶりに見たな。素晴らしいな。全部アロマテラピーです。 JW はもうここの有名ブランド全部使ってますからね。歯ブラシ、シェーブキット、バニティキットの綿棒系、ソーイングキット、久しぶりに見た。ソープ、このソープと何が違うんだろう。大きさが若干違うけど一緒かな。うわーバスソルトあった、嬉しい。え、すごい、あの粉みたいなお塩が入ってる。いやこれはちょっとね楽しみですね。シャワーキャップとシューミット、はあ磨かせていただきます。あとここにはね、ボディーローションもありました。塗りたくります。この水色はアロマテラピアのマウスウォッシュ、良すぎます。で今気づいたけどここにもバスローブある。あの今日用と明日用かな。贅沢に使わさせていただきます。でこちら浴槽ですね。嬉しい。前回1週間安宿に泊まったんですけど、
もう浴槽なんてそんなものはもう一切ついてなかったんで、もう久しぶりにしっかり溜めて肩までゆっくり浸かろうと思います。でこちらがシャワールームかな、よいしょ、おー、なんとおしゃれなシャワーヘッド、でか、真夏のひまわりよりでかいですよこれ。そして全部アロマテラピーのシャンプー、コンディショナー、ボディーソープってかボディークレンザーっていうんや、おしゃれやな。では水圧チェックしてみましょう。ここにあるんやれば、お、うーわすごいな、シャワーヘッドこんなでかいのにこんな水圧いいんや、もう花丸100点、もう初めて出ました、花丸100点、もう春デイリー史上初めて出た。うわー、早くこれでシャワー浴びたいな。でこちらがお手洗いです。これはこれで面白い、四角い便座は私も生まれて初めて見た。うちの旅丸さんも心なしかすごいはしゃいでるような気がします。じゃあ久しぶりにコーヒーでも入れてみようかな。でもこれ使うの初めてなんだよな。おお、わかんない。ここに水を入れるのね。もう全然使われた形跡ないな、もうほんと新品みたい。消毒も兼ねて一回使ってみようと思います。なんとカップがエスプレッソ用と通常のコーヒー用2種類ありました。かわいい。あ、なんか今トゥルルルンっていった。おお、すごい使いやすい。あ、出てなかったまだ。あ、出た。おお、うん、きれいきれい。では消毒完了。これよく見たらエスプレッソ用、アメリカーノ用、デカフェで分かれてました。うん、まあ私はアメリカーノかな。かわいいミニバケツが出てきました。おー、いい感じ。あ、水切れたかも。頑張れ、あとちょっと。うなってる。ここ止まらないんかな。自分で好きなだけ入れる感じかな。うわ、もうタプタプになってしまった。はい、というわけでコーヒーできました。皆さん本日のお部屋いかがでしょうか。今日は午後の2時にチェックインして、もしアップグレードがあればお願いしますってお話ししてみたんですけど、あのスイートへのアップグレードはなりませんでした。一応スイートへのアップグレードは可能だけども、250ドルぐらいの支払いが必要ですって言われちゃったんですよね。ちょっとやっぱりカンクンの JW は厳しめ。あとレートチェックアウトなんですけど、私が今チタンエリートっていう会員で午後4時までレートチェックが可能なんですね。で一応2時までは確定で、お部屋の空き状況によって伸ばすこともできるかもってような感じでした。絶対4時ではない。やっぱりカンクンまで来たんで、できる限りのアップグレードは欲しかったところではあるんですが、お部屋あくまで待ちますよっても言ってみたんですけど、やっぱこちらのお部屋になりました。ですけど予約した時よりかはちょっとあのランクは上になってるらしいです。でもこのオーシャンビューが見えるバルコニー付きっていうのはだいぶ嬉しいです。今回この JW マリオットは4万ポイントで予約をしました。通常予約であれば1泊4万円前後なんですよね。なので、まあ、ポイントの方が、まあ、若干お得かなくらいの感じでした。カンクンってオールインクルーシブホテルが有名で、まあ、宿泊料金払ったらご飯とかドリンクとか全部無料っていうホテルが多いんですけど、マリオット系列のホテルだとオールインクルーシブのホテルってあんまりないんですよね。なのでこの JW マリオットもオールインクルーシブではないです。でもその代わりに選べる特典があって、チェックイン時に1000マリオットポイントかアメニティのプレゼントか
朝食の無料プレゼントがあったので、あの朝食にしてみました。ですけどこれもちょっといろいろありまして、コンプリメンタリー朝食なんですよ、無料の分って。なのでブッフェが良ければまた追加料金を払ってブッフェにするっていうような感じです。でも個人的にちょっと嬉しいのがありまして、このギフトカードみたいなものをもらいました。のコーヒーが無料、スパの何かしらが無料、ワインテイスティング無料、カクテル、ドリンクが無料、このね4つを使えるらしいんですよね。まあ、4つ中3つはドリンクなんですけど、いや少しでもねこれであのカンクンのリゾート気分を味わえたらなと思います。では今午後3時過ぎで、まだねちょっと日差しは強いんですけど、この JW ってプライベートビーチもちろんあるんですけど、あの大きいプールもあるし、ホテルの館内そういうものがいろいろありそうなので、今から見に行ってみようと思います。でもちょっとあのチョコレート休憩、なんていうことでしょう、キャラメルがぎっしり、おいしい。もう海行かなくてもお部屋から海見れてたらなんか満足だわ。やっぱお部屋から海が見えるっていいですね。うん、うわー幸せだ。では今から行ってきます。じゃあプール行ってくるわ。本当私以外この階誰かいますか、誰か泊まってますかと思うぐらいに人の気配を全く感じないんですよ。すごいなんかリゾートやからちゃんとその音とか、おお挟まれるとかやった、防音対策とかしっかりしてるんやろな。あの人の気配なさすぎてちょっと寂しいですもん。はい、ではプールは1階ですね。おお、もう目の前プールだ。ここでバスタオル借りれるみたいです。これこっから借りていいんかな。じゃあちょっと2枚お借りします。見てください、ハンモックがある。これめっちゃ気持ちよさそう。ここはインフィニティプールになってますね。ジャグジーもあるし、わぁ川みたいに長いプールがずっとつながってます。わあ、ここめっちゃいいな、日陰だし海を見ながらゆったりくつろげます。あと思ったんですけど、これめっちゃ肉厚じゃないですか、すんごい分厚さ、もうソファー持ってきましたよぐらいの厚みがありますね。絶対気持ちいいと思う。もう砂浜だし歩いちゃおうかな。サラサラや、気持ちいい。私直射日光は苦手なんで、この日陰の中にあるこちらにあの居座ろうと思います。ドゥン。いや、こっちのインフィニティプールも入ってみようと思います。あ、めっちゃぬるい。あ、すごい、これ嬉しいわ。前回のラスベガスのプール冷たすぎてもう心臓止まるか思ったんで、めちゃくちゃ嬉しい。では行きます、せーの、よっ。深くてびっくりした。わあ、すごい気持ちいい、インフィニティプールや。うわあ、ホテルかっこいいな。おお、やっぱりプライベートビーチなんで人が少ないのがいいですよね。そして砂浜がめっちゃ綺麗。あんなところにブランコがありました。いいなぁ、楽しそう。久しぶりに私の下手くそな平泳ぎをちょっと練習したいんですけど、私その前にね、この橋をくぐりたい。こういうのめっちゃくぐりたくなりません？ Hello! Good! How are you? Good! 子供だけじゃなく大人もはしゃげる JW のプール最高ですね。どこに行ってもちょうどいい湯加減というかプールの水温最高だ。ではちょっと泳いできます。
下手になってる、絶対下手になってる。あ、久しぶりの海だ。わあ、ぬるいぬるい。いいぞ、入れるぞ。お、魚がいる。見えるかな、ちっちゃい小魚が泳いでます。いっぱい。おお、すごい、全然逃げない。メダカみたいなのがいっぱいいる。ホテル側の方に夕日が沈んでいくんですね。ということは明日の朝は海の方から日が昇ってくると思うので、明日の朝楽しみです。まあ遠浅なんでゆっくりちょっと沖の方に進んでみようと思います。ちょっとね、若干海恐怖症なんですよ私。だけどカンクンの海はすごい透明で綺麗やし、もしクラゲおっても目視できるし、まあ大丈夫だと思うんでゆったり進んでみようと思います。今膝上ぐらいまで来てるんですけど、全然もう砂の模様まで見えますもんね。めっちゃ綺麗。たまにあのワカメチックなのが流れてくるぐらい。カン君ってハワイの海よりも綺麗だと思います。この透明度すごいな。ガラスの中泳いでるような感じです。もうね、こんな魚の群れもすごい綺麗に見えるし、あとたまにね、空を飛んでる鳥が魚目がけてブーンって突っ込んでくるんですよ。それを見るのが楽しい。しょっぱ。さっきの魚のサイズすごかったですね。イワシの群れみたいなのがブワーって足元いっぱい走ってました。悲しきことに悲しきことにちょっとピンとなかなか当てなかったんですけど、すごかった。気持ちいいな。すごい鳥が狙ってる。暖かくてめっちゃ気持ちいいです。最高。はい、ではお部屋に帰ってきてシャワー浴びてちょっと休んで、今夜の7時半でございます。今から晩ご飯食べに行こうと思うんですけど、このホテルの中にガスティーノっていうレストランがありまして、そこのハンドメイドカルボナーラパスタが美味しいらしいんで、今から食べに行こうと思います。お値段も3000円ぐらいで食べれるので、自分へのご褒美として行ってこようと思います。あったあった、玄関入って左側にありました。 Hello, hi, I don't have a reservation, but can I get for one table for one? Of course, in 20 minutes. 20 minutes? Okay.なんとね、意外と人が多いみたいで、20分後に空きが出るそうなんで、ちょっと予約だけしてきました。この辺りは何なんだろう。ちょっとあの見て回ってみようと思います。うわー、すごいな。え、どういうことこれ。あれ、めっちゃ広いショップがある。うーわ、なんじゃこよ。しかもほぼ宝石屋さんですね。ゲゲ、すごいなこれ。こんなホテルの中にこんな大きいお土産屋さんあるの初めて見た。すごい値段ですよ。1つ10ドルなんで1個1400円以上しますね。市場やったらこれ1個300円ぐらいやのに、高っ。すごいおしゃれ空間だ。天井にね、空があります。もともとパスタだけ食べようと思って来て、あのドリンクもお酒飲まずに今回スパークリングウォーターだけ頼もうと思ってたんですよ。それでドリンクメニューいただいた時に
ソフトドリンクコーナーがなくって、で一応聞いたらあのコーラ、スプライト、ペプシ、スパークリングウォーターはあるって聞いたんですね。でスパークリングウォーターでって頼んだ後にスタッフさんが来て、あのアルコールは頼まないんですか、あのアルコール抜きのドリンクも作れるんですけど何か違うの頼めませんかって来られて、いやスパークリングウォーターでいいですって言ったんですよね。なぜかというとお酒のねカクテルの値段がだいたい1杯300から400ペソもうパスタの値段と変わらんぐらいの値段だったんですよね、カクテルが。なんであちょっとやばいと思って、いやスパークリングウォーターで大丈夫です、アルコールはちょっと今日は気分じゃなくてって言って、その後にまた違うスタッフさんが来て、あの今日のおすすめはマルガリータとかなんですが、あのなんで頼まないんですかみたいに言われてしまって、普通にレストランだと思うんですけど、なんかすごいお酒を押されるから頼まなきゃいけないのかなって思っちゃったけど、そんなことなかったので、あの安心してください。今日はパスタ食べに来たのでパスタが到着するのを楽しみに待とうと思います。なんとここに温泉卵がありました。うわ美味しそう。あとパンもやってきました。じゃあいただきます。わ美味しい。トリュフの香りがすごい口いっぱいに広がる、うん、誰かが誕生日だおめでとう。あのろうそく大丈夫かな、燃えてないあれ。やっぱホームメイドパスタなんで麺がもちもちなんですよね。でチーズも結構濃厚なんですけど、温泉卵がいい感じに中和してくれてる。カリカリベーコンもちょこちょこ入ってて美味しいです。リコリコ。ではごちそうさまでした。美味しかったです。はい、ではお部屋に帰ってきました。もうお腹いっぱいでいつでも寝れそうです。今日のお会計なんですけど、あのね思ったより高かった。あの炭酸水グラス1杯皆さんいくらだと思いますか。あの炭酸水が150ペソだったんで1275円だったんですよ。高っ。ちょっと車でプンって行ってローカルのタコス屋さん行ったら10個以上食べれる。あとチップの欄がドル表記だったんで5ドルつけて750円分ぐらいをチップで払いました。それでトータル約5300円ぐらいになりました。多分あの場でおすすめされたお酒を飲んでたらパスタとお酒だけでも1万円会計超えてたんじゃないかなと思います。やっぱメキシコって物価安いっては聞くんですけど、ローカル以外って全然安くないです。特にこういうリゾートホテルとかになるとちょっとパスタ食べてちょっと炭酸水飲むだけでもやっぱりこの値段はしてくるなって思いました。まあでもパスタは美味しかった。今夜の9時なんですけども、この後はシャワーを浴びてすぐ寝て、明日の朝7時にハルデイリー登録者9万人ライブをしようと思います。ちょっと時差の関係でメキシコにいる間は2日に1回は朝の6時からプレミア配信があるんですね。それをやってて昨日実はあまり寝れてなくって、なので今日は早めに寝て明日のライブ配信に備えようと思います。きっとライブ配信見に来てくださった方、この動画見てくださってると思うのでここでお伝えさせてください。皆さんいつも動画見に来てくれてありがとうございます。10万人まであと1万人ということで、あともう少し頑張っていこうと思いますので、ぜひいいねとチャンネル登録、そしてコメントで応援していただけたら嬉しいです。これからも引き続きよろしくお願いします。では私はシャワーをちょっと浴びて寝ようと思います。ではおやすみなさい。おはようございます。朝の6時になりました。日の出30分前に起きてみたんですが、めちゃくちゃ綺麗。では6時半になりました。すごい綺麗な朝焼け。これ何色だ？
クかピンクオレンジみたいなピーチオレンジみたいな色でめっちゃ綺麗。すごい芸術的な雲がある。いやー綺麗だな。カン君の朝焼けはすごく優しい色をしていました。では9万人ライブ終わりました。めちゃくちゃ綺麗な海。皆さんライブご参加ありがとうございました。コメントもとっても嬉しかったです。外に出てる人もほぼいないですね。みんな朝食会場にいるのかな。では私は今から朝ごはんを食べてきます。ここが朝食会場っぽいですね。では行ってみましょう。綺麗だな。わーすごいな。鳥がいる。Good morning. Morning. Are we that table? Yeah. Wow, maybe I sit here. Yeah. Thank you. すごいな。めっちゃ綺麗。しかもいい感じに日陰になってるし、いい感じに海も見える。ではコーヒーいただきました。ミルクはもうもともと置いてますね。ではいただきます。乾杯。おお、あっちっちや。最初に紅茶かコーヒーを選べて、あのこういうオレンジジュースとかもね全然頼めるそうです。生のオレンジジュースや。皮の味までしっかりする。うん、え、レベル高。美味しい。Can I get egg white omelette? Egg white? Yes. オムレツは2種類種類があって、エッグホワイトか JW のオムレツで、ここであのお肉とかチーズ、野菜とかも自分でこう好きにトッピングもできるそうです。こっち辛くない、こっち激辛順にこういろんなソースが並んでます。意外とコンプリメンタリーでもめちゃくちゃ種類ありますよね。ここが牛乳で、あ、ヨーグルト、飲むヨーグルトが種類めっちゃある。チョコレートミルク、ハーシーズのストロベリーミルクとかめっちゃ甘くて美味しそう。コーンフレークは一個一個こんな感じに箱になってますね。これめっちゃ嬉しい。いつでもフレッシュフレークが食べれる。で、置物かのようなフルーツと、あ、ここも新鮮で大きいフルーツがいっぱいありますね。これなんだろう。茹でたナスビみたいなフルーツがある。で、置物かのようなフルーツとパンコーナーですね。すごっ、2段よ。すごい、めっちゃ効率良さそう。てかパン、ちょっとドーナツがあった。嬉しい。いやね、ドーナツあるホテルってあのいいですよね。でメキシコで有名な人気なこのメロンパン風のパンもしっかりありますね。見てください、原始パイあった。あとスイーツコーナーです。ワッフルとかフレンチトーストなどもあります。ここがメキシカンコーナーです。こういうナチョス系もありますし、なんかソペスって書いてある。ソペスもある。あのルマンドみたいな。で、タコスもありますね。ウインナー、ベーコン、わー色とりどりなフルーツジュースたち。こちらがハム、チーズ、サーモン、ツナもあるんですよね、珍しい。朝からパエリアも食べれちゃいます。で、ここにもなぜかパンがいくつかあって、ここがサラダコーナーですね。野菜の種類もすごく多い。ナチョスに使うアボカドとかこういうトマト系も置いてあります。すごいな。あとここのおかずコーナーもすごいですよ。結構ね、開けてからのお楽しみなんですけど、いろんなおかずがたくさんあります。おー、何これ。ホットチョコレート、ホットチョコレートが鍋に入ってる。そんな飲むんかね、みんな。すごいな。
あ、これもチョコレートかと思った。あれですね、メキシコの甘くない小豆ペーストみたいな。うわー、めっちゃ美味しそう。メキシカン系ですね。お、ステーキもある。うわー、野菜がいっぱいで嬉しい。揚げバナナだ。東南アジアっぽい。ではオムレツがやってきました。ソースがね、もうどんな味か全くわからんのですよね。ちょっとサイドに置いとこう。お、鳥がやってきた。では本日の朝ごはんでございます。美味しそう。ホワイトオムレツとサラダ。このサラダね、いちごとかマスカットとかが入っててすごく美味しそうです。で、ドーナツとフルーツ。やばいな、狙われてるな。ではいただきます。いや、嬉しいな、久しぶりにこんな豪華な朝食食べるぞ。ではサラダから。うん、美味しい。サラダといちごとマスカットって合うんだ。ラズベリーも入ってた。もうフルーツのフレッシュさ、味がちゃんとあるからドレッシングなくても全然美味しい。しかも家で作れなくもないじゃないですか、お財布と相談ですけど。でもこれだけですっごいリゾート気分を感じる。簡単にこれは非日常感じれていいと思います。メキシカンルマンド。味も食感もトルティーヤチップスを巻いて中にチキンかなが、ちょっと入ってるような感じです。いや、ホワイトオムレツ、うん、のほうれん草とキノコの香りとゴートチーズがいい感じに塩気があって美味しい。うん、うわ、ちょっとソース食べてみよう。だから、あからっ、あからっ結構、これ結構辛いぞ。わっ、あ、やばい、これこの緑が尋常じゃないぐらい辛い。海のキラキラとせせらぎを聞きながら食べる朝食がもう幸せすぎる。今日のライブ楽しかったな。ライブ配信も777人途中になってましたよね。800人弱ぐらい来てもらえて、初めてコメントくださる方や、もう動画を見てくださってる方、家族で楽しんでくださってる方、いろんな方に支えられて今こうやって旅ができております。皆さんありがとうございます。やっぱり登録者増えるの嬉しい反面、皆さんのコメントに返信ができないもどかしさっていうのがすごいあって、もしよかったら今1週間に3本ほど動画を出してて、毎回夜8時からプレミア公開をしてるんですね。その時こう一緒にチャットしながら動画を見れますので、またその時ぜひコメントください。そっちの方がコメントは返せると思います。はい、モーニング、グッド、ハウアーユー、グッド。ちょうどですね、昨日ビーチ撮影してこれ撮ってくれた人がちょうど朝食会場に来てくれて、おはようって話してました。このホテルをあと3日滞在するらしいんですけど、オールインクルーシブだと思って予約しちゃったらしくって、結局朝昼晩ドリンクを全部支払ってるらしいです。いや、本当韓国はオールインクルーシブで有名だけど全てのホテルじゃないっていうのはちょっと皆さんも気をつけてください。このゆでなすびみたいなフルーツ食べてみます。ん、種が全部噛み切れない。この種は飲み込んだ方がいいのか。ぶどうの種みたいなのが10個ぐらい口の中にゴロゴロ入ってるような感じやった。味は水の中に1時間つけたスイカみたいな、このスイカが柔らかくなってブヨッとしたような感じ。全くおすすめはしません。何だったんだろう今のフルーツ。もうこれは何でしょうね、冬瓜みたいな。うん、あ、多分パッションフルーツだわ。え、これ皮も食べていいんかな。間違えた、グアバだ。これグアバだ。
まだピンク色とかしてたらグアバ感ありますけど、薄黄色色はちょっとあの冬瓜感ありますよね、キュウリみたいな。うん、南国の味だ。なぜかバナナだけ味付けされてる。ではドーナツ。うん、おいしい。ケーキドーナツですね。超しっとりしてる。ではごちそうさまでございました。カン君の海を眺めながら食べる朝食、最高に幸せでございました。もう眠たい早くお部屋に帰って寝たい。あとどん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 日が照ってきて、もうマジで暑くなってきました。今ね朝の10時15分です。10時過ぎた頃からだいぶ気温上がってきたんで、あのおすすめは8時とか9時ですね、朝食食べに来るならば。朝食会場中で食べればクーラーも効いてるんですけど、この景色は絶対見ながら食べた方がいいと思います。いやー満足でございました。ではお部屋に帰ります。わー気持ちいいな。あのもう水着着て朝食会場来たら、もうそのまま食べ終わったらプールサイドで寝れますね。ここが朝食会場でした。あー気持ちいいな。実は私ですね、近道を発見したんですよ。あのチェックインの後に使ったエレベーターじゃなくって、こっちから行くとね、あの多分エレベーターから遠い人用のエレベーターがあるんですよね。ここにねエレベーターがありました。ほんとねちっちゃいんですけど、歩いて帰るよりかは断然近いんで、こっちから行こうと思います。ではチェックアウト完了しました。で今からこのチケット使っていこうと思ったんですが、このコーヒーはギフトショップであのもらえるらしいんですね。この隣のスクラブバーはあのハンドスクラブをしてもらえるみたいで、予約して今から行けるらしいんですけど、ちょっとまあ次のホテルも行きたいので諦めます。ワインテイスティングとカクテルはそれぞれのレストラン、イタリアンレストランと違うレストランで使えるらしくって知らんかった。これあの使えるレストランが決まってるの、昨日頼めばよかったかな。でもということで、あのこの2つも使わないことにしました。で今からあのギフトショップに行ってコーヒーだけもらって次のホテルに移動しようと思います。もうやばい、声がおかしくなってる感想で。じゃあギフトショップこちらですね。じゃあ結構ね広い。ほらここではね、ピザとかアイスクリームとかも買えるそうですよ。ピザはスライス1枚95ペソ。まあまあするな。ほら。マックとかカプチーノは使えないで、アメリカンコーヒー、ホットかアイスが選べるそうです。ミルクとかクリームは追加できるそうです。もう洋服とかもたくさん売ってます。え、めっちゃ可愛い子がおった。バスケットボールくん。なんじゃこりゃ、なにこれ、めっちゃ可愛くないですかユニコーン。これでね749ペソ。こう値段はねあんまり可愛くないですね。 Thank you。 やったー、ゲットしました。すごい、マリオット JW マリオットカンクンリゾート&スパって、はい、刺繍が入ったシャツが売ってる。ああいいな、かっこいいな。シルバーの刺繍とかもかっこいい。2700ペソでした。高っ。JW マリオットカン君のタンブラーがある。これかっこいいな。仕事場とかに持っていったらあのはかどりそうですよね。540ペソ。シルバーとかも珍しい、かっこいい。こういうマグタイプのものも売ってます。
私もしも OL さんだったらこれ買ってくわ。は朝食食べてからちょっと寝ようかなと思ったんですけど、あの後すぐ日本に荷物を送ったんですよ。もう使うかもって持ってきてた洋服とか延長コードとかちょっとしたお土産とか、結構もう今後数ヶ月持ち運ぶのが大変だなと思って郵便局に荷物送りに行ったんですよね。それがもうすんごい時間かかっちゃって、まあ、結局この時間にはなっちゃったんですけど、もしもカン君に来てお土産とかいっぱい買って持って帰るの大変って方は、私の書いているトコテコブログにカン君から日本へどうやって荷物を送るのか、値段とか方法とかをまとめておきますので、もしそういう方いらっしゃったら参考にしてください。このカップ2枚重ねにしてくれてるところがね、おもてなしを感じますよね。ではもう4時を過ぎたので次のホテルに向かおうと思います。皆さん JW マリオとカン君いかがでしたか？実際に泊まってみた感想は人少なと思いました。カン君って本当にリゾート地で有名なホテルもたくさんあるわけで、その中でも JW マリオットって結構ね、もっとざわついてると思ったんですけど、お部屋も本当に静かだし、ビーチももうほぼと言っていいほど人いないし、プールサイドもすごく落ち着いていて、ざわざわガヤガヤ超人気ホテルドーンみたいなところじゃなくって、ゆっくり静かなホテルでこのおみり過ごしたいなって方にはとてもおすすめなホテルです。ですけどこのホテルに泊まることですごい感動したりとか、もうめちゃくちゃ思い出に残るって感じではなかったので、新婚旅行とかカップルで初めて来るカン君のホテルとか、そういう思い出に残る系のホテルには選ばない方がいいかなと思いました。ですけども私はこのカン君の海をもう独り占めしたような気分で楽しめたので、そういった面ではぜひ皆さんにも一度来てもらいたいなと思うホテルでした。では動画はこの辺りで終わろうと思います。今回の動画面白かったよ、役に立ったよという方はぜひいいね、ぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。皆さん聞こえてますか？もう私の声がどん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 消えていく。カン君は本当にホテルの中が乾燥していて、クーラーも多分めちゃめちゃ除湿かかっててカラッカラになるので、喉の保湿、もう喉飴、加湿器、マスク、日本から持ってこれるものはもう全部持ってきましょう。私みたいになります。ということで最後までご視聴ありがとうございました。皆さんも行った気分で楽しんでいただけてたら嬉しいです。では次のホテルはオールインクルーシブホテルということで、胃のコンディションはバッチリなんで、もう今日は暴飲暴食暴れまくろうと思います。ぜひお楽しみに。それでは次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。